んです。いやごめんなさいね、あの前回の動画のオープニングね、いくつかあのコメントでお叱りの言葉をいただきまして、まあ、また気を引き締め直して頑張っていきますので。で今回の動画なんですけど、あのかなり前の動画なんですけど、前に一度そぼろ丼を作ったことがあったんですよ。確かあの3種類ぐらい作って、でその時一度カメラの電源を切ったのを忘れてて、もう最後まで完食しちゃって、あのビデオが成立しなかったことがあったんですよね。でそれいつかリベンジするリベンジすると言いつつ、約2年が過ぎましたね。で今回はそのリベンジってわけでもないんですけど、まあ、またレシピも変わってきてるの でなおかつキロ数も1キロぐらい落ちてるので、なので厳密な意味でのリベンジ動画ではないんですけど、まあ、一応2年前の動画の完結編になります。ちなみに今回そぼろというメニューなので、比較的ね、あの手間もかからないしパパッとできるメニューかと思いますので、もしよかったら最後まで見ていただいてください。それでは早速、では早速調理に入っていこうと思うんですけど、ちょっと今ご飯炊いてるので、あの、ちょっとうるさいかもしれないですけど、あの、ごめんなさい。で、今回作っていくそぼろとしては、3種類を考えてまして、鮭そぼろ、牛そぼろ、で、卵そぼろ。っていう3つのそぼろを作っていくんですけど、まずは、鮭そぼろから参りましょうか。今回鮭そぼろに出汁を使うんですけど、今、あらかじめ出汁昆布を、3時間くらいかな。あの、水に浸してふやかしてる状態ですね。沸騰してきたら弱めの中火にして、かつお節投入で、今回こういった厚削りの節なので、このままアクを取りながら10分間煮出していきます。したらこれをこせば、どっ強っ、やっぱ厚削りは出汁が濃いね。あー、うまっ。ではこれから鮭そぼろの鮭の準備に入ります。で今回花嫁修行というか、この皮引きの練習がしたかったんで、今回こんな感じで皮を引いたんですけど、もし皮引きがハードルが高いって方がいらっしゃいましたら、あの鮭マヨの動画やったかな、あんな感じでこの皮面を10秒15秒間ぐらいちょっと熱したら、こうペロンと剥けますんで、我ながら今回いい感じに銀皮が残った。そしたらこの鮭の切り身に酒を回しかけて、この酒を吸わせながら15分放置。あの白子の動画でも一度お話ししたと思うんですけど、このお酒を使って強沸っていう効果で臭み抜きですね。そしたら一度この子は冷蔵庫で待機。さらばだ、トリメチルアミンよ。ではこれから鮭そぼろの合わせ調味液を合わせていきます。せーの。こちらからだし、酒、みりん、砂糖、お塩ですね。で今回比率が4対2対2対1対適量、まあ、実際適量って言いながら結構使うんですけど、あのごめんなさいね、今ですね、あの洗濯機の排水口が詰まっちゃいまして、今あのシュールの方がいるんですよね。ちょっとうるさいかもしれないです。そしたら一度これを全部合わせて、そしたらここにこのお塩を加えていくんですけど、まあ大体 4% かな 5% ぐらいでいいかな。大体海水と同じぐらいの濃いさ、もしくは醤油を3倍に薄めた時のしょっぱさ、うん、超絶分かりにくいね。この合わせ調味液を使う量なんですけど、どんぐらいかな、鮭2切れに対してお玉1杯分とかでいいと思うんですよね。分からんけど、沸騰してきたら鮭を加えて、あとはお箸でほぐしながら炒め煮るだけ。そしたら最後香り付け程度にちょこっとお醤油加えて、ある程度さらに水分が飛べば完成ですね。あ、いりごま忘れてた。よいしょ。
あと粗熱が取れれば、タッパーとか密閉できる容器に入れて、だいたい冷蔵庫で4、5日ぐらい。そのくらいは全然美味しく食べられるかなと思います。ちなみに今回のはこういったしっとりタイプに仕上げてるんですけど、もっとパラパラな鮭フレークがお好きな方やったら、もう少し火にかけてあげてもいいかなと思います。そこはお好みで。はい、次。続いて肉そぼろと参ります。で、確か2年前が鶏そぼろを作ったと思うので、本当はね、今回も鶏そぼろでしようと思ったんですよ。ただ今日スーパーに行ったら、この牛ひき肉が 100g あたり98円やったんですよ。バチクソ安っと思って。なので今回は牛ひき肉を使って牛肉そぼろを作っていこうと思います。ではまずこちらのアクと油抜きから参りましょうか。沸騰したお湯に牛肉をポイ。5秒から10秒ほどくぐらせたら、お湯を切って、ではこれからそぼろにしていく時の合わせ調味液をお出しします。せーの、こちらから醤油、酒、砂糖、みりん、生姜ですね。で、比率なんですけど、牛ひき肉が10に対してだいたい2対2対1対1対適量で、今回結構しっかり味にしてあるので、まあ、全体的にもう少し減らした方がお子さんとか食べやすくなるかなと思います。ただどうしてもさっきの鮭そぼろもそうなんですけど、お弁当とかにそぼろを使う時って冷めた状態になってるので、あったかい時の状態よりちょっと味を感じにくいんですよね。あれです、ぬるくなったコーラを飲むと非常に甘く感じる現象なので、今回ちょっと濃いめにしてあります。ではまず冷たいフライパンに牛ひき肉と調味料を全部加えて、あとは鮭そぼろと同様炒め煮るだけですね。あとはここに山椒の粉を振ってさっくり混ぜ合わせれば、これも粗熱が取れたらタッパーとかに入れて冷蔵庫に入れて、これも同じく3日4日5日ぐらい美味しくいただけるかなと思います。では最後、卵そぼろと参ります。卵1個に対して塩少々、ちなみに塩少々っていうのが親指と人差し指でつまんだこの量。続いて卵1個に対して一つまみのお砂糖。一つまみっていうのがこの3本で1回につまむ量、だいたい小さじ2分の1ぐらいかな。あとはしっかりかき混ぜて白身が見えなくなれば準備 OK。 冷たいフライパンに卵注いで、弱火で火にかけて、あとは絶えずぐるぐるするだけで、途中ちょっと火が強いなと思ったら、ちょっと布巾の上で休ませたりしながら、あとはいい感じのポロポロ具合になったら、というわけで、ちょっとこれラップしちゃってますけど、三色そぼろの出来上がりですね。かんね、完全に作りすぎだね。多分全部これの半分でいっちゃうな。よし、わかった。ではこちらの3種類をワンセットにしまして、抽選で5名様にプレゼントいたします。ご応募先は下の概要欄の方からチェックし、うっそ、まあ余ったら余ったでご近所さんにあげようかな。っていうか日持ちするけど俺自分で食べようかな。ではまた完成まで時間がありますんで、ちょっとこの子たちは端っこにっぽい。で、本当はこの鮭の皮とこの余ったお出汁を使って味噌汁を作ろうと思ってたんですよ。ただね、今回の鮭鱗がびっちりついてまして、ちょっとショック。だから今度この子は唐揚げかなんかして食べようかなと思います。だから冷蔵庫にあるこういった有り合わせ色の食材でパパッと作っていきましょうかね。沸騰したら火を止めて、あとはお味噌溶かせば味噌汁完成。
ではあと今回余ってるのがこの出汁柄の出汁昆布が余ってるので、あの前にも一度作ったと思うんですけど、何の動画やったかな、いくらの動画やったかな、出汁昆布の佃煮、あれを作ったと思うんですけど、まああれと同じようなものを作っていこうと思います。あ、ちょっと今回変更します。以前のような醤油ベースの佃煮にしようと思ったんですけど、あの今回この鮭そぼろの調味液が余ってるんで、これ使って塩ベースでいきましょうかね。でさすがにちょっと濃いんで水で薄めて、沸騰してきたら昆布を加えて、もう今日パパッと作ってしまいたいんで、ちょっと強めの中火ぐらい、あとは水気がなくなるまで煮込んでいきましょうか。ある程度水気が飛んだら、いりごまとオプションの釜揚げしらす、あとはさっと混ぜ合わせれば、なんかこれはこれでこう色が出て綺麗ですね。ちょっと味が楽しみ。ではあと混ぜご飯を仕上げていくだけなんですけど、もう皆さんご想像通り、今回あのそぼろ丼って水分が少ないんですよ、あの丼自体に。なんかちょっと食べづらいので、あ、大食いとなるとね。なので今回は普通の白米ではなくて、この長芋と一緒に混ぜご飯にしていきます。ではご飯を仕上げてまいります。そしたらここにいりごまと、それから殿下の宝刀白だし、まあ、あくまで香り付け程度にちょこっとだけって感じですね。はい、これで三色そぼろ丼の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事で完成しました。三色そぼろ丼、いやー腹減った。てかあれね、三色にするとやっぱ綺麗ね。なんかお昼ご飯のお弁当がこんな中身だとテンション上がるよね。まあ、いや、とにかく食べていこう。お腹すいた。いただきます。いやなんか今日やけにしみるわ。じゃあ一旦ちょっとお口を潤そうかな。あーしみるわ。いやここにね、あの鮭の皮が入ったらもっと美味しかったんでしょうね。いい油出ますもんね、鮭の皮って。あの鮭の皮久々にサブチャンネル投げようかな。あの鱗がついてた場合の皮の食べ方ってやつ、いや美味しいやろうな。では本日のメインディッシュと参りましょうか。これどこから行こう。そっか、これ単体でも楽しめるし、この組み合わせも楽しめるか。今日は楽しそうや。じゃあまず鮭そぼろから行こうかな。いや塩加減がちょうどええ、で甘さとしょっぱさのバランスもええ。で今回鮭のハラミ側を意識的に使ってるんですけど、やっぱ脂がある部分を使ってる分、パサつかないというか、しっとりというか、あのホロホロ崩れる鮭フレークというよりかは、あもう鮭フレークって言ってもうたけど、なんというかしっとりねっとりこうまとわりつく系の鮭フレーク。いや違う、鮭そぼろ、いやうまいわ。
この音聞こえるかな。作りようときは長くりつけたかなーって思えたけど全然いいね。まず食感が良かもんね。でご飯と違ってやっぱ軽い分このしっかり味のそぼろを軽くしてくれるね。すっごい食べやすくなる。じゃあここらで一度この佃煮に参りましょうか。いやーこれ気になっとったっちゃうね。いやもう一回、まず1個、煮込み時間が足りない。ちょっとまだ昆布硬いかな。で2つ目、しらすがなかったらアウトだった。醤油が入ってない分、全体的にはあっさりとした味付けなんですけど、だし柄の昆布だからあんまりね、風味も強くないんで、このしらすの風味がなかったら、アウトやったかな。しらすはマストですね。きっとだし柄の昆布じゃなくて、鬼付け用の昆布とかでやればもっと美味しくなったんでしょうね。まあでもこれはこれで全然あれですけど。続いてこちらの牛そぼろを参りましょうか。いやもうこれを食べるのが楽しみでね。あー山椒のめっちゃいい香りがする。あーうめー。うわーこれ果てしなくうめー。うわーお酒ともめっちゃ合うわ。もうなんて表現したらいいか分からんけどとにかくうまい。なんかもうこれ何にでもアレンジできそうやけど、なんか大根サラダとかの上からこれポロポロってかけて、なんか和風肉そぼろサラダとかしたらめっちゃ美味しそう。いやこれあんだけいっぱい作っとって正解やったわ。なんかこれ一瞬でなくなりそう。じゃあまず最初の組み合わせ、牛そぼろと鮭そぼろ。山椒の香りがする鮭そぼろになった。牛肉が消えちゃった。いやほんとつくづく鮭の旨味の強さをね実感させられますね。ではここら辺で一度こちらの卵そぼろいきましょうか。いやもうこれは安定のお味なはず。なんていうかね、実家に帰った安心感、落ち着く味やわ。卵そぼろを作るときに先に卵を入れて弱火に当てて、でぐるぐるかき回しながらで横に濡れ布巾置いてちゃんと温度管理してあげると、ものすんごいしっとり仕上がるんですよね。だから全然パサつかないし、で卵の風味も飛んでいかないんで、まあ優しい味はいいですけど、これだけで十分うまい。さっきからあっちやこっちや箸を入れて結構ねマナーが悪いんですけど、個人的に一番好きなところがここなんですよ。卵そぼろと肉そぼろの中間地点、ここが好きでね。あー果てしなくうまい。やっぱこの2つの組み合わせは無敵よね。っていうところで、ちょっと一旦お味噌汁のおかわりに行ってきます。よいしょ。ただいま。んでちょうどいいタイミングだなと思って、今回の牛そぼろちょっとこっちも持ってきちゃいました。足りんくなったら入れようって思って。では続きと参りましょうか。でもまずその前にあったかいやつ飲みたい。あーぬくもる。あかん、味噌汁に夢中になりすぎてそぼろ丼忘れてた。いやでもそれにしてもやっぱこの美味しさは色褪せんね。ずっとうまいわ。ではここいらで肉そぼろの追加と参りましょうか。よっしゃ。いや完全に入れすぎだよね。
あー幸せやわ。じゃあもう残りも結構少ないので、ここら辺からラストスパートと参りましょうかね。でもその前にやっぱもうちょっと追加したい。じゃあでは参りましょうか。じゃあラストスパート。いやーうまかったね。ここで牛そぼろとか酒そぼろ卵そぼろ、まあ、結構余ってもうたけどどうしようかなと思ったけど結構早く終わっちゃいそうですね。僕は普段お弁当とかを作らないのであんまりね使用頻度は少ないかと思うんですけど、普段お弁当を作られる方やったらもう3日間でパパッと終わるんじゃないかなっていう感じですね。で大体30分もあればこのタッパー2つ分ぐらいは作れるので、まあ、そこまで手間はかからないのかなと。もちろん酒そぼろとかも、まあもしねご機会がありましたらぜひ。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。